の合首都ニューポートシティ、こんなところが戦場に。見覚えのあるザクとかがいるんだけど、一年戦争のジオン軍が違和感なく紛れ込んでるね。逆にチャンスかも。もしナンバラル大尉の武器がここにブレイクインしてれば。そうか、あれってバルバトスと入れ替わったナンバラルタイのクグにしては数が多くない？クグ自体は量産機だからおかしくはいないけど、残念ながらラルタイを見たあれもないあの人もいない。そんなのばっかりね。おっ、それだよ犬姉さん、このブレイクミッションの違和感、人も物もそしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言はしないんだ。この戦闘を終わらせる方法がない。カトル様さえお戻りになれば。とっておきだ、当たれ。またグフの増援。マグアナク隊警戒してください。あれにもラルタイは似てないけど手はあるかも。小隊長さん、グフは残らず撃破して、そこからデータ追跡をかけてみる。パイロット首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ。こっちの目的は果たせたから。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡もできた？もちろん。これでランバラル大尉がユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロー、どうしたの急に。アラートって何？これ介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれたガンダムラトレイヤーハーネスマーキュリー出る。さて見せてもらおう、その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよあんなの。それにあの顔はガンダム。小隊長、気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私のデータは与えられていないのか。 SACRA/1351420。今の私は桜フラッシュ、湯の姉さんに勧められたんだよ。その湯のというレディーがプログラマーか。どうしてそれを？あなたは誰？私、今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けたということ。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。さすがだな小隊長君、やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おうリトルレディ。待ちなさい、何者なの？ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はあ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。終わった。帰ったらご飯あるかな？